おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今日はコンピューターとはということの2回目になります。まあ、出前授業を想定してコンピューターの説明をする動画を撮ってますが、まあ、今は先生を対象に、まあ、こんな風に組み立てたらどうでしょう的な形で喋らせていただいてます。1回目はですね、15分ほど喋ってしまって長くなってしまったのでちょっと気になってるんですけども、まあ、今日もなんとか10分に収まるようにしたいですけども、この手の話をするとついつい長くなってしまうのでご容赦いただければと思います。はい、まあ、表紙は変わらずで、まあ、この流れで、まあ、昨日第1話で今日これを話して、で明日これを話して、まあ、先生向けの話を3回ぐらいでと思っています。まあ、10分3回で30分ぐらいのお話をと思ってたんですけども、まあ、目指していかないといけないですね。で、昨日はコンピューターの仕組み、入力と出力が大事ですよと、それで見ていけばいいですねということで、最後はマイコン、まあ、こういうコンピューターの形してなくても中にコンピューター入ってますよというお話をしました。はい。で、まあ、それの締めくくり、まあ、昨日話した方が良かったのかもしれませんけど、まあ、ここでまあマイクロコンピューターっていうのが出てきたので、マイクロビットっていうのも少しお話しされているようであれば、ここでちょっとマイクロビットの紹介をしておくのも一つの方法かなと思います。で、特に私が気に入っているのがこの動画で、マイクロビットの動画です。 An input device is any piece of hardware that allows us to send data to a computer. So if you type a message on a keyboard or touch a screen to make something happen. はい、再開します。この動画です。これを全部、An input device is any piece of hardware that allows us to send data to a computer. So if you type a message on a keyboard or touch a screen to make something happen, you are using an input device.An output device, on the other hand, is any piece of hardware that allows a computer to communicate information to us. For example, displaying a message on a screen, playing sound via a speaker or headphones, or printing a document. So if you want to play music on your phone and press play on the touchscreen, you are using an input device to tell your phone to play the music. The phone will then play the music and the sound will come through an output device.Your headphones. The BBC Microbit has several built-in input and output devices. The input devices are the buttons and the sensors for light, temperature, acceleration, and magnetism. The main output device is the LED display. Your Microbit can also send and receive information by radio, so it's both an input and an output device.You can also add input and output devices using the pins on the microbit. For example, you can attach headphones or a speaker as an output device. マイクロビット入れなきゃいけないかどうかっていうのは、もうここは先生方の授業の組み立てかなと思います。まあ、マイクロビットと関係なく、まあ、コンピューターのお話だけしたいのであれば、マイクロビットには近づかない方がいいかもしれません。ただ、まあ、これを導入にしてマイクロビットをこう使っていきたいっていう方は、まあ、こう適度にいいタイミングでマイクロビットの紹介をするタイミング、まあ、ここぐらいでもう一回あるんじゃないかなと思いました、はい、でここからが今日のメインで、人とコンピューターを比較するということ で昨日の話を受けて、入力装置と出力装置っていうのがあって、真ん中にコンピューターがあるんですよということだったんですけども、これはまあここを人に置き換えて考えてみましょうと。そうすると人っていうのはいろんな入力装置を持ってるんですね。本当はこうクリックごとにちょっとずつこう出す方がいいと思うんですけども、先生方なんで一挙にいいを見せてます。まあ、人の入力装置はまあよく知られている五感っていうやつですね。目、耳、鼻、舌、それから体、まあ、身体とか書いてあるんです。要するに触覚ですよね。4つは顔に
集まってて、こう5つ目はもちろん顔も含むんですが、非常にこう顔、頭っていうのは非常に大事な部分なんですね。でそれからこの触覚っていうのはもう全身についてますよね。これも非常に人としては非常に特徴的なものだと思います。まあ動物は普通全部これを持ってるのかどうかはちょっとあれですけども、まあ、思っています。で、出力装置ですよね。これはこの入力装置より多くはなくて、まあ喋る。で、それから表情を変える。身振り、手振りで動かす。で、まあこの身振りに含まれると思うんですけど、人間はさらに書いたり走ったりということで、こう動けるっていうのが、大きなところです。で、まあ、このあたり私ロボットの専門家なんで、ちょっとここの行動っていうのを話し出すとロボットの話になるんですが、この口と表情だけ、これだけ取り出したのがコンピューターで、ここまで入ってくるとロボットが作れるよっていうお話を、まあロボットの出前授業だったらそっちにこう流れていくんですが、今日はまあこれぐらいにしておいて、じゃあ人間も入力装置と出力装置持ってるからここにあるのもコンピューターですかねっていう話をすると、これは多分中学生もそれはおかしな議論でしょうっていうふうになると思います。まあなってほしいんですけど、まあただ機械的に入力装置と出力装置持ってて真ん中で情報の処理ができればそれはコンピューターだよって言えばコンピューターなのかみたいなふうに思う人もあるかもしれません。まあなぜそうなってるかっていうと、コンピューター最初に作った人がまあそういうふうにイメージしたんでしょうね。人がこう、人から指示が与えられて、なんか役立つ情報の処理をして、それをまた人に分かるように出してほしいということで、人間が使う道具として見てやると、やっぱり機械にもこの入力装置と出力装置があって、でここの真ん中の部分が機械で作ってるんだけど人と同じような振る舞いをする、あるいは計算をしてくれるとかいうことをイメージして作ったのがコンピューターなので、やっぱりこう考えても似てるんですよね。でこれが、まあ、人とコンピューターを比較するっていう対象なタイトルなんですけど、まあ、人と人がこう情報交換するときは人は喋りますよね、笑いながら。それをこう聞いてる人は、まあ、話を聞きながら表情を見たりして、あなんかいいこと言ってるねっていうので、まあなんかあそれはうんそうそうって言いながら微笑むと。でそれをこっちの人はその返事を聞いてて、でこの表情の変化なんかを見てて、あ私の言ったことちゃんと伝わっている、あ いいように感じてくれてるんだっていうので、また次の話題でこうぐるぐる回ると。非常に人と人っていうのはこういうことをやりながら、まあ、コミュニケーションって言われますけども、一緒にお仕事したり楽しんだりっていうことをします。で、これ、ここがコンピューターになったらどうなるかっていうのですよね。それをちょっと考えてみたいですよね。まあ、人とコンピューターを比較してますから、さっき人と人だったらすごくうまくいったんですけど、ここが人がコンピューターになった場合、これを考えてみましょう。で人間はまあ話して笑うんですけど、まあ、コンピューターに向かって話して笑う人いたら気持ち悪く思われるかもしれませんけど、同じ状況だと思えば、まあ、同じように相手がコンピューターに変わったけど同じように話しながらにっこり笑うと、ね、俺と同じようににっこり笑うということなんですけども、でもコンピューターはそんな分かりませんよね。特にデスクトップコンピューターだったらマイクもカメラもついてないことが多いので、聞いたり見たりできません。ペケペケがついて。で、人間がでもコンピューター、相手がコンピューターだと分かってお話ししたいなと思ったらどうするかっていうと、マウスとかキーボード使ってカチャ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 字を打つんですよね。で、なんかそれでボタンクリックかなんかして決定か送信とか送ると、なんか画面に改めて字が出てきたり、写真が出てきたりして、こっちはさっきのようにこう聞いたり見たりじゃなくてしっかり読まなきゃいけないですね。まあ、読めば分かるんですね、出てきたもん。で、こいつスピーカーついてれば聞くことできるかもしれませんけど、スピーカーついてないと聞けません。なので、人とコンピューターがコミュニケーションしようとしたら、人はコンピューターに特別な方法になってますね。後で消しておきます。方法で情報を提供しなければいけないと。いうので、まあ、コンピューターはですね、人から特別な
方法方法で送り出さないといけないですね。入力してもらえれば、情報処理できるということで、まあ、コンピューターはちゃんと人が使ってくれれば、情報処理できる。まあ、人はコンピューターに合わさなきゃいけないというので、こう、結構、特別な人しか使わなかったんですけど、これがですね、ノートパソコンになって、まあ、ノートパソコンとこれとの違いはあんまりないかもしれませんけど、スマートフォンになって急にみんな使うようになったんですよね。これなぜかっていうと、これ絵は変えてませんけど、これスマートフォンになったら話して笑えば聞いて見てるかもしれないんですよね。Hey Siri って言うと、皆さんに音聞こえないかもしれませんが、私のスマホを今反応しました。聞いてるんですよね、スマートフォンなんか。で、カメラもついてるから、もしかすると見てるかもしれません。で、それに対して、例えば私がにっこりしながら、Hey Siri って言うと、ここが iPhone だったら、音がして、で、次、ね、今日の天気はとか言うと、調べてくれて、で、声で話してくれる。だ普通に聞けると。じゃあ、明後日はみたいな。あさってはこうどうだとか言って。で、こう、ぐるぐる話ができて、人と変わらなくなってきてるんですよね。だから、ノートパソコンからスマートフォンに進化したことによって、人とコンピューターの距離が非常に縮まってきてるんですよね。これも一つ大きなことで、実はこの小学生だとか中学生、まあ、高校生も含めてコンピューターが必要ですよっていうのはこういうところにあると、私は思ってるんですよね。時代がどうだからとかではなくて、コンピューターが非常に身近になって、みんながこう人と同じような使い方で使えるような時代が来てるんですよね。これが原動力となって、まあ、子どもたちにもコンピューターを使うんじゃなくてプログラムができるようになってほしいっていう動きになってるんじゃないかなと思います。まあ、ここまでが、人とコンピューターを比較するというお話です。まあ、この調子でですね、私はいつも悪い癖でどんどんお話ししちゃうんで、はい。ここで、今日の分2回目ということでお話を終わりたいと思います。まあ明日はこの先お話しするんですけども、なんか私なりの解釈がかなり入っているので、特に小学校、中学校、高校の先生もそうですけど、指導要領の全文だとか、その前提とかと全然違うこと言ってるかもしれませんが、私なりにコンピューターの進歩であったり、こういうスマートフォンのような形にコンピューターが変わってきたと。で、電子レンジのような機械のようなものだけど、中にはコンピューター入ってる。そういうのをこう長い目で見てきて思ったことをちょっと今回まとめながら自分でも結構楽しんでるんですけども、そういうお話になります。で、明日の3回目で、お話として一区切りしないといけないですね。で、本当だったら起承転結ぐらいで、次はなんかとんでもないお話をして、で、結論に持っていくっていうのもありなのかもしれません。普通に3回で終われたらなと思ってます。で、4回目はですね、ちょっとこの今使ってるスライドに、こう、アニメーションか何かをつけて、私自身が皆さん、中学校とか小学校の先生にはかなわないと思いますけど、子どもたちを対象にお話ししてるような組み立てにして撮ってみたいなと思ってます。はい。今日は、人とコンピューターを比較するというタイトルでお話しさせていただきました。明日はコンピューターを使うということで、だからプログラミングって大事なんだよっていうか、みんなでやっていきましょうねっていうお話にしてですね、なんとかマイクロビットっていうのは、その時にマイクロビットっていうのはちょうどいいんだよみたいなお話は明日させていただきたいなと思います。はい。今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは、この小型のマイコン、マイクロビットの説明動画を毎朝朝6時にアップロードしています。もしよかったらですね、ぜひチャンネル登録していただいて、毎朝お付き合いいただければと思います。はい、今日もありがとうございました。